こんにちは、神戸生態フィットの伊藤です。今回は、太ももの、 この外側の痛みの原因についてお話ししていきます。この太ももの、 この外側の痛みで整骨院とか病院とか行かれたら、座骨神経痛って言われること結構あると思うんですけども、座骨神経痛ではないですよね。座骨神経痛だったら腰からこの太ももの裏側に行くんですけど、外側に行く神経っていうのは別の神経です。なんていう神経かっていうと、外側この辺であれば、この辺であれば外側大腿皮神経っていう神経ありますし、ちょっと上の方であれば、ここも外側大腿皮神経ありますけど、ここも外側大腿皮神経ありますけど、この辺にあるのが腸骨下腹神経っていう神経があったりします。で、まず神経の痛みからお話ししていきます。神経、この外側大腿皮神経だったり腸骨下腹神経っていうのは、座骨神経は腰の後ろから後ろに行きますけど、さっきの神経は腰から前を通って、後ろじゃなくて前を通って外側行ったりとか、前から、この上行ったりとか、あとそのさっきの腸骨下腹神経だったら鼠径部行ったりします。なので座骨神経痛みたいにお尻とかこの辺施術しても全く違うところになっちゃうんですよね。なので神経であればこっちのルートの、その前に行くルートの施術をする必要がありますし、神経の痛みじゃなくて、例えば他にはここには長径靭帯というものがあります。この長径靭帯は、骨盤からこの膝の外側、太ももの外側を取って膝の外側に行きます。で、これは上の方では大腿筋膜張筋だったり中殿筋だったり大殿筋っていうのとくっついてます。なので、この長径靭帯が突っ張るのはこの辺の筋肉だったりとか、あと外側にあるので、外側にあるってことなので、こう立っている時に外側荷重になってしまって、ここパツンパツンになっているってことが多いので、そういう人はだいたい無意識のうちにこの辺叩いたりとかしたりとか、立っている時に緩めたりとかって自分でしたりとかします。なのでそういう人は、ここの、長径靭帯の突っ張りを取るための施術をする必要があります。なので長径靭帯だった場合は、例えば靴が外側に体重かかった状態でいることで起きてくる症状なので、靴がもう外側めちゃくちゃすり減ってる靴とかであれば、もう靴変えないと絶対ダメですし、座ってる時にここがだんだん痛くなってくるんだったら、もうここに負担のかかるような座り方をしているので、座り方も調整していく必要があります。で、やっぱり足外側に体重かかったままだったら足元の施術も必要になりますし、で、このさっき腸骨下腹神経っていうのがこっち鼠径部にも行くし外側にも行くってことなんですけど、鼠径部痛症候群って言ってこの辺の疾患だったりすると、この辺にしびれが起きることもあるし、こっちだけしびれとか痛みがあることもありますし、外側大腿皮神経の領域で痛みが起こることありますけど、これら共通して前から来ているので、これだけ触るというよりもここ全体を変えていかないとダメです。ここ前が突っ張って起きている症状なので、基本的に骨盤は前にかがんでて負担がかかっていることが多いので、ここ周辺の筋肉だったりとか、関節の調整をしていく必要があるので、ここだけするってわけじゃないんですけど、外側の突っ張りとか痛みであれば、しっかりどこの痛みが原因なのかっていうのを評価する必要があります。で、この長径靭帯結構パツンパツンになって痛み出ること多くて、この膝の下の外側のこの場所であれば、ここに長径靭帯とこの大腿骨のこの場所に脂肪の塊があって、ここで炎症が起きてしまったやつ、摩擦が起きて痛みが起きたやつがランナー膝ですし、でこの長径靭帯があって、この
こっち側には大腿二頭筋担当があって、前側には外側広筋ってあるんですけど、これがパツンパツンに張ってると、これが長径靭帯がスムーズに動いてくれないからパツンパツンな状態になるので、こうかがんだ時にこの辺痛かったり、まあ、このさっきのランナー膝であればこの辺痛かったり、起き上がってくる時にこの辺痛かったりっていう感じが起きてくるので、まあ、長径靭帯だけやればいいってわけじゃないですけど、このパツンパツンになった状態を調整する、まあ、このしびれとか痛みがあるんだったら、まあ、どの領域、どの時、どの場所の痛みがあるのかっていうのを評価して、施術していく必要がありますので、まあ、そういう感じで施術していってます、まあ、こんな感じで外側の、痛みの原因についてお話ししてきました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。